加藤さん、どうも、加藤さんご心配をおかけしました。どうもすいません、そう、加藤さんね、僕がその熱出て寝てますってコメントに書いたんで、ね、どうしたんですかどうしたんですかって言って心配してくれて、会のマサさんに連絡してくれたんですよ。なんか体調悪そうですってごめんなさいね。そうね、ですんで確かね、この今のライブの動画の概要欄に僕のメールアドレスを出しておきました。カズさんのためにカズさん、今度僕に直接ご連絡くだされば、お返事します。はい、クミさんと、あ、そう、クミさんだ。クミさんクミさんじゃない、ミスズだ、ミスズ。ミスズをこの間なんだっけ、なんだっけじゃねえよ、あれ、こっちだね、今日和夫さんの飯を見ながら行きましょう。そう、クミさんとミスズだ。ミスズをこの間まといって言って怒られたんだった。まとい、そう、クミさんをまといに誘ってみますか今度ね。誘ってみるって言っても再来週ぐらいになっちゃうんですかね。僕今週から来週にかけてちょっと謹慎中なので、みんなの党のディゴス氏、あ、僕の動画が加藤さんのチャンネルに出てる。はじめまして、アギア先輩、フィリピン歴5年の初心者。もう初心者っていうか5年はもう全然十分じゃないですか。すごく参考になってる。ちなみにサニオズセブンバンクから送金している。セブンバンクから送金できるんですね。カズオさんが軽華ラーメンに行ってる。俺軽華ラーメン懐かしいな。タオローメンが好きなんですよ僕ね。軽華ラーメン麺固めてね、マー油ちょっと多めに入れてもらえませんかって、タオローメン食うのが好きだったな。日本に帰るとたまにタオローメン食ってますよね、新宿で。さん、こんばんは。結婚10年3人議定がいる。働いてるとこ見たことない。ビブであげるとビール飲んでる。働いてるところ見たことないんだ。まあいろいろだよね本当に。加藤さん、今晩は今日の夕食は何ですか。明日の夕食回数考え中。なるほどなるほど、加藤さんの夕飯が参考になるわけだ。じゃあ見てみましょうか。なんか全然落ち着いてないでしょうね、まだね。今カズオさんのチャンネルを探して、毎回探して、いい加減ブックマークで見せればいいのに。あれ、あったサンマヒヤッコ5月17日ですね。まだカズオさんのチャンネルは飯は今日こんな感じ。カズさんの飯を流しながらやりましょうか。はい、キダパワン市にいた時、カフェを併設したパン屋にコーヒーとパン2個だけ注文したら、お前日本人がケチだと怒られた。そうなんですよ、意外とフィリピン人ってケチしてないんだよね本当に。僕らが節制して生活しようとすると、圧倒的に自動的にフィリピン人のケチくさい生活になっちゃうんだ。でなんかね、あれっていうの結構ありますよね。あ、冷凍してたサンマを解凍不十分な熟りに入れた、弱火にするのを忘れて内臓がバカした。おー、あれじゃん、カズオさんの動画ずいぶん進歩してますね、文字が入ったりとかして。へー、